皆さんこんばんは、よしです。早速たくさんチャットありがとうございます。こんばんは、ドバー投票した一旦停止。今は動いてる。私の前髪の破壊力にカメラもたじろいちゃったのかな。投票完了、投票完了、配信開始と同時にすぐ投票完了。もう前髪系に夢中じゃないですか。どうだい。皆さんこんばんは、やっしーです。ぷよぷよの青いやつ飛んできたよね。何だったんだろうね。後のチェックしときますね。皆さんこんばんは、やっしーです。今日ね、 YouTube ショート、そしてまあ動画、まあ動画といって、いうかアーカイブなんですが、2月の、ASMR 配信のアーカイブを YouTube のメインチャンネルの方にアップいたしました。YouTube ショートに関しては、Twitter、TikTok、あと YouTube ショートそれぞれでね、コメントをくださって、全部にコメントくださった方もいらっしゃったりして、ありがとうございます。さあ、本日なんですが、ライブ配信のタイトルにある通り、いろいろ食べるよということで、いろんな食材を食べますけれども、本日はお菓子縛りとなっております。果たしてどんな食材が出てくるのか、どうぞ楽しみに。ローズ飛んできたよね。何だったんだろうね。後でチェックしときますね。猫だ、ローズ猫、意味深だね。ちょっとよだれじゃない。ヤッシーさん、こんばんは。あ、ファギネモノデニャンだ。今日のね、オープニングトークなんです。あ、ちょっと待って。もうすぐ多分ね、終わる投票が、ちょっと待って。あと13秒です。完璧な、前髪で荒らすメディア投票結果出ました。ヤッシーの前髪は A アイドル、 B 女優、 C 主婦ということで、本日アンケートを受けておりましたけれども、 B 女優と回答された方が 8.7%、 めちゃ少なかったですね。A アイドルと回答された方が 78.26%、 8割近くの方がヤッシーの前髪はアイドル、アイドル、アナドル、アナドル、アナドル前髪、意味深だね。アイドルね、アイドルね。ちょっと待って、さっきまでね、アップルミュージックで歌詞見てたんですよ。アイドル、あ、ちょっと待って、ボーン。ボーンってなっちゃった。これさ、あれ？これ、Apple Music って今歌えるよね？これを。あ。あ、あ、ちょ、あ、ちょ、あ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 、無敵の笑顔で荒らす前が、無敵の、知りたいその前髪ミステリアス、抜けてるとこさえ前髪のエリア、完璧で嘘つきな私は天才的な前髪様。あ、あ。いちょっとね、歌いたいんだけどね。やっぱこう、ライブ配信の時って、やっぱこう、歌ってね、気をつけないとね、著作権とかね、いろいろありますからね。ちなみに、アナドル前髪、著作権フリーです。さあ、ということで、今日もですね、お送りしていこうと思うんですが、本日ね、オープニングトークございまして、さっき動物の森配信の途中で、運命の見せ子について。秋元康さん、プロデューサーのが
なんか逆な気もするんだけど、本とかインタビューでもう何回か話されてるの見たことは、見聞きしたことがあって、一回会ったらたまたま、たまたま。一回会ったらたまたま。二回会ったら、偶然。三回会ったら運命っていうお話されてて、で、ようなターミナル駅だったんだけど、最近ね、私、新規開拓しようと思ってるゲイバーが1店舗、今年ね、2店舗行こうと思って、1店舗行けたんですよ。で、もう1店舗行こうと思ってて、その店には気になってる店子さんが2人いるの。気が多いです。で、その2人店子さんがいらっしゃって、その店子さんに、会いたいなっていうふうに思ってた。止まった あれ今止まってる？動け今動いてる。大丈夫、今動いてる。よかったです。あ、動いた。あ、よかった。今は大丈夫。ごめん。あ、大丈夫。ごめん。大丈夫。ごめん。って思って、あれちょっと待って。あ、なんか途切れるかもね。あ、ごめんね。ちょっと待ってね。あ、ちょっと待ってね。無敵の映画をで荒らす前が見え。ソフトバンクの電波、未だにうちの店入らないのよ。あれ？ちょっと大丈夫かな？あ、でも、なんか動いたり止まったりだな。あれ？でも、あ、ちょっと安定してきた？あ、大丈夫？あ、よかった。大丈夫かな？ありがとうございます。そう、なんかその運命のね、運命を感じたんですよ。都内のさ、主要な駅でパッと前を真正面見たら気になってる店子さんがいてさ。で、ただ、なんか今日、その今朝すれ違ったのは、2回目、はあ、?2 回目だったの。だから偶然なわけよ。秋元康さんのおっしゃることで言うと。1回目は、新宿2丁目にクックワイっていうね、いろいろ食材が売ってる、まあ生活用品店があるんだけど、そこの隣のセブンイレブンでレジ待ちしてたらその方いらっしゃったの。で、あ、これ、一回会った時、あ、たまたまか。で、今日会ったらもう偶然。そして、三回目はもう運命になるわけなんだけど、会ったらね。だから、次は、実際にゲイバーに行って、ね、運命として会うべきなのかなって思ったので、そこまでをね、動物の森配信中に話してたんだけど、ただ、これはね、まだ話してなかったんだけど、3回目さ、ゲイバーに会いに行ったらさ、それは運命になる？運命にはならないのかな？なる？大丈夫かな？いや、そうでね。なんか、すごい気になっちゃってて、最近。で、その人のインスタグラム、鍵アカじゃないんですよ。だから毎日見ちゃっててさ。フォローはしてなかったんだけど、すごい気になっててね。そう。でさ、やっぱ、こういう
こういうさ、こう、ちょっとしたなんていうの、何、こう、きっかけ、ああ、あの時のあれはこういうことだったんだなって思える日がもしかしたら来るかもしれないじゃない。で、私さ、2回もすれ違ったもんだからさ、最近余計気になっちゃってさ。いや、向こうの方からすればね、いや、もう全く私のことは認識してないから、何も気にしてないかもしれないんだけど、最近すごい、そう、すごい夢中になっちゃってさ、あー、そうなんですよ、そうなんですよ。で、なんかね、この、まあ、ちょっとこう、人づてに聞いた情報だと、その、今気になってる二人の店子さん、会ったことはないんだけど、そのうちのお一方、お一方はどうも私の TikTok を見ていらっしゃるらしい。見ていらっしゃるらしいのね。で、なんかさ、そのもう一方の方はすれ違った人じゃない。すれ違った人じゃないのね。すれ違った人じゃない人は、方は、私の TikTok を見てくださってるらしいんだけれども、なんかね、それを聞いて逆になんか今度、ちょっとそのお店に行くのが、ちょっと、なんか躊躇しちゃってて、っていうのも、なんか、もしさ、リアルガチの私が正面に現れた時に、なんだこの前髪系って思われたら、なんかちょっとなんかがっかりさせるじゃないけども、ダメだ、もともとだけどね、私なんて。でも、どうしようって思った。やっぱ、せっかくさ、会うならさ、やっぱ、あの、画面じゃなくてリアルでお会いした方が素敵ですねって言ってほしいじゃない。そう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 。そうなのよね。だから、大丈夫かな大丈夫かな。そう、でもね、そのお店は今年中に行きたいなっていうふうに思ってるんだけれども、新宿二丁目の店ね。で、だから今年は、そうだね、二店舗新規開拓したことになるんだけれども、今とりあえず気になっている、まあ、今年気になっている店子さんは三人いて、お一方はお会いできたから、あと二人だね。あー。大丈夫、大丈夫、大丈夫かな。そんなね、お話でございました。ああ、ああ、気が多い前髪なりに歩いてきた二丁目、近づいてくる気仙の新宿二丁目。さあ始めていこうと思います。エフェクト取って始めていきます。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。いやさ、こんばんは、ヤッシーです。いや、本当に。だってさ、脳みそ出てきちゃった。脳みそ出てきちゃった。脳みそ出てきちゃった。だってさ、朝の新宿、新宿二丁目、新宿二丁目でその方は働いて帰ってくる途中だったと思うんですけども、朝の新宿を経て、新宿二丁目を経て、各駅に散らばっていく中で、その私が利用してたターミナル駅があるんだけども、そこですれ違うってもう、ねえ。あ、なんかやっぱり、なんだっけ、なんて言うんだっけ、恒例。この心理的な効果。こう、何回もすれ違ったり、何回も見てるうちに、最初はそうじゃなかったのに気になってっちゃうのって、なんかありますよね。心理用語の名前ね。なんだっけな。食べていきます。始めるんじゃないの。食べる。ちょっと待ってね。本日はお菓子縛りでございますので。はい、始めていきます。本日一つ目の食材はこちらです。だん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 。だだん。片揚げポテト、たくみ、あごだし味です。長崎県産、
顎の上品で濃厚な旨味。魚、顎ってさ、顎ってトビウオ？違う？顎ってトビウオ？ローズ飛んできたよね。何だったんだろうね。後でチェックしときますね。顎でもなんかこれ絵的にはトビ、あ、顎ってトビウオ？あ、本当？あ、そうだ。じゃあ私から出汁取ったら前になるわけ？アスファルト飛び跳ねる前髪系擬態して食べます。まだ匂い近くからいくね。もうね、いい出汁取れまーすって言ってる。袋の中から言ってる、聞こえる。いい出汁取れまーす。いい出汁取れまーす。聞こえた？いい出汁取れまーす。なんか、もう本当に、魚の、もういいお出汁が取れる、魚の、小魚ミックスとかさ、わかる？あれ系の匂いで、鰹節とか、なんかもう、おばあちゃん家にある、こうやって袋、口丸めてあって、おばあちゃんが味噌汁作るときに、袋開けて、手づかみで、バッて鍋に入れるような、あの時のあれ。そんな感じです。お、打ち上げ花火飛んできたよね。どれくらいの値打ちがあるだろう。あたしの前髪に。食べていきます。食べていきます。味噌汁か。セブンイレブンでさ、引き割り納豆味噌汁があったのよ。物は試しだって思って食べてみたんだけど、飛ぶほど美味しかった。脳みそ出てきちゃった。食べます。すごいね、色が綺麗。飛び跳ねるね。生きがいいね。生きがいいよ。飛び、顎出し、文字通りだね。いただきます。味噌出てきちゃった。時差で時間差で脳みそ出てきちゃった。時間差。
決め手は後味。あ、脳みそ出てきちゃった。決め手は脳みそ出てきちゃった。私の決め手、脳みそ噴射。ごめんなさい、味の感想ね。後味。あ、決め手は後、あのね、なんか本当に、すまし汁とか、お吸い物、あれをこう、スーッと飲んだ後に、こう、口の中からはもうないんだよ。胃袋の中に液体の部分は、お汁の部分は流れてってるんだけども。ただ、口の中にふわーっと漂う、風味、旨味、この口の中にふわーっと残っている、漂う、まるで、穏やかな海の上を飛び跳ねる、飛び魚の、噛んじゃった すまえ皆さん見つけた際はぜひ噛んじゃったぷよぷよの青色のギフティング飛んできたのに何だったんだろうね。後でチェックしときますね。噛んじゃうよね。なんか最近前よりは良くなったけどさ、なんかなこんなに噛むかってくらい噛むよね。一時に比べたらなんかそんなじゃなくなったけどさ、なんかこの ASMR 配信を始めた当初も当初ってそんなに噛むことなかったんだけど、あ、コメントいただきました。ヤッシーの出汁、お出汁はどんな味ですか。とっぷり濃厚前髪味。おーおーおー、次の食材行くね。パー次の食材こちらです。だん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 。夕飯味覚と、サクッタ、オニオンコンソメ味でーす。全然違う話になっちゃうんだけど、サクッタ。あの、カップヌードルのサクッタっていう、のあるじゃない、あれでさ、菊池風磨さんが CM 出てらっしゃるのよね、勇者役で。私結構菊池風磨さんいけるのよ。何を前髪系が言ってんだって話なんだけれども、ただすごい風磨さんいけるな。で、風磨さんやっぱ体鍛えてらっしゃるからさ、結構アンアンとか、ターザンみたいな、そういった雑誌で今日肉体美を披露されてる写真をね、よくお見かけするんですけど、前もねちょっとちらっと言った、ここだけの話だよ、多分風磨さんこう全身脱毛されてるんだよね。それもいい、美しい、それも美しい。でもやっぱり私は脇フェチだからさ。ちょっとね、コメントいただきました。許せない。僕って、前髪系で合ってますよね。人間観察モニタリングね。脳みそ出てきちゃった。でもやっぱりセクシーゾーンさん結構皆さん好きだな。好きなタイプ、そうだね、セクシーゾーンさんの皆さんの顔は結構タイプ。まあでもやっぱり私は重岡大毅キュン、大橋和也キュン担当だから。食べていきます。サクサク食感が癖になる香ばしいノンフライスナック、オニオンコンソメ味だそうです。食べていきます。
特許出願中だって。前髪系って特許出せるかな多分誰も出してないんじゃない。え、私出そっかな、前髪系特許まずは匂いチェックから。あ、い、あ、もう、もう匂い香ってくるよ。あ、春、5月くらいだね。5月の頭の北海道。あの、もうプロ仕様の、あの、飛び箱のあの、バーンってなるやつ。あの、ジャンプ台あの、バーンってなるやつ。と、プロ仕様の、バーンってなるめっちゃ性能いいやつ。あれで思いっきり、ボーン !10 メートルくらいかな。10メートルくらい、マックス高いところ10メートルくらい上がって、こう描きながら、たくさんの新鮮な玉ねぎが植わってる玉ねぎ畑に鼻から突き刺さった感じ。コメントいただきました。ロイター版ね。ん？何の話？食べていきます。食べていきます。さてさて。でもね、結構、なんかね、ちょっと独特な匂いはするかも。オニオンコンソメ。そのオニオンコンソメなんだけど、なんかね、あの、玉ねぎのお茶？なんかこう、結構、渋めに乾燥させた玉ねぎの匂いというか、ちょっと匂いだけで言うとね、美味しくなさそうに聞こえちゃうかもしれないんだけど、結構こう、コンソメ味っていうよりかは、結構渋めに乾燥をぎっちりさせた玉ねぎの匂いがするかも。あー、ちょっと食べていくね。見た目はこんな感じでございます。めっちゃ分かれると思う意見。おー。どうだろう。私がそう感じちゃうだけかな。もちろん、なんかこの食材をね、ディスるわけじゃもちろんないよ。なんかね、もう本当に個人的に、なんかちょっと、分かれる気がする。なんかね、特徴的な、横文字使うと、無理やり横文字使うと、エッジの効いた味なんですよ。なんかね、なんか、あの、見た目もさ、こんな感じだからさ、まあ、それこそ、カッパエビセン、カールとか、スコーンとか、なんかそっち系のスナック、あの、とんがりコーンとか、そっち系のスナックをちょっとイメージするんだけど、なんかね、こう、頭の中にはめっちゃこう、スナック菓子っていうのがある中で、風味とか匂いとかが、すごいこう、ザ健康食品みたいな感じの、味わいなんですよ。味の立ち方なんですよ。ああ、でも、いや、どうかな。
私はそう感じるだけかな。なんか分かれる気がする。どうだろう。皆さん見つけた際にはぜひ。ポーいや、味が薄めってわけじゃない。むしろしっかり濃いんですよ。ポーむしろ味はしっかり濃いんだけど、なんかね、結構独特な、食べてみてほしい。で、どうだったかちょっと教えていただきたいです。最近さ、MacBook Air 買いたくてさ。突然だけど。私、動画編集、ファイナルカットプロっていう、アップルの動画編集ソフトを使ってるんです。で、まあ、もう携帯も iPhone だし、パソコンもアップルでやってるんだけども、MacBook Air の新しい、今年の夏に15インチ、今まで13インチしかなかったんだけど、15インチ、ちょっと大きい画面のが出て、なんかそれがね、今すごく欲しくて、っていうのも、なんかね、なんか、あんまり今まで私、なんか、もうディスるような表現の仕方になってしまうんだけど、私の語彙力じゃね。別にディスるつもりはないんだけど、なんか、スタバでマックを開く必要って、なんかあるかなって私思っちゃってたの。おしゃれだよ。おしゃれだけど、ほら、田舎もんだからさ、なんか、別にカフェいるときは、コーヒーで、ね。って思ってたんだけど、でもなんか最近、まあ、仕事でリモートワークとかをする機会が、ポー最近、仕事でリモートワークをする機会が増えたりとか、あと、それこそ、まあ、仕事でもパソコン使うし、で、プライベートでも動画編集でパソコン使うしで、なんかそうなった時に、スターバックスみたいな、美味しいコーヒー、そのコーヒーの香りを感じながら、仕事できる、仕事をするって、こう、気分のリフレッシュ、こうスイッチの切り替えになるんだろうなって最近やっと分かってきて私スタバでマック勢になりそうですそうなんか今までなんかあんまりよく分かんなかったんです。なんかまあ別にカフェにパソコン持ってこなくてもとか思っちゃう派だったんだけど、なんか最近ねやっぱりこう総じてパソコンを使うことがもうほとんど、1日じゃあ24時間ある中で寝てる時間を除いてね、起きてる時間にパソコンを使ってない時間って多分私めっちゃ短いのよ。仕事で絶対パソコン使うから、で動画編集も絶対パソコンは必要でしょ。そうだからね、なんかね、そんなのもあって、ただ私さっき言った通りで、あんまりカフェで、パソコンを使うことを想定してこなかった人生だったから、Mac の Apple 製品のノートパソコンは持ってないんですよ。そう。だから今、スタバで動画編集するために、MacBook Air 欲しいんですよ。さ。次の食材行きたいと思います。次の食材行きたいと思います。本日最後の食材はこちらです。これね、ちょっとね、映していいか迷って、パーこれ、映していいか迷ってるんですけど、ちょっ
思い切ってやっちゃうね。すごいずっと気になってたんです。いきます。だん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 。ダダン！チョコ抜いちゃ、抜いじゃった。キノコの山でーす。抜いじゃっただ。あ、じゃあ大丈夫だ。私、血だと思ってた。コメントいただきました。それ映しちゃダメ。ごめん、私、あ、血だと思ってた。これね、私最初知ったきっかけが、ファッション、ん？ファッションプレスだったかな？ファッションプレスだ。ファッション系の情報サイト。最近、ファッション系の情報サイトにもこういう新作のお菓子って結構、プレスリリース載ってたりしてて、で、そこで知ってたんですよ。で、もうそれ見た瞬間、大丈夫なの？って思ってたんだけど。ぷよぷよの青いやつ飛んできたよね。なんだったんだろうね。あとでチェックしときますね、うん。あ、値段確かにあんまり見ないで買っちゃった。パッケージだけで買っちゃった。チョコない分、どうなんだろう。お手頃価格なのかな。でも抜き、あれ、どど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 ど食べます。抜いちゃったか。メッセージありました。熱くてチョコ抜いちゃいました。すまへん、今全然ギフティング私反応できてなかったよ。猫飛んできたり脳みそ飛び出てたりしたんですけど、すまへん、全然反応できずに、ここが血じゃないことにね、結構ショック受けてて。体が、ナトゥニナフ。ホイケンタさんね、ホイケンタさんね。食べていきましょう。体を、ナトゥニシーテ。なんか、結構衝撃かもよ。あれだね。見た感じ絶対量多いよね。チョコない分量多いんじゃ、なんか結構衝撃だよ。なんか結構衝撃じゃない？椎茸だったと思ってたらえのきだったみたいな。匂いは、あ、ま、まあまあでも匂いはキノコの山だな。そう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 、ちょ食べてみるね。何本入ってんだろう。ちょっと時間あるから数えてみる？せっかくだし。あ、袋取ったらメッセージか。猫飛んできたよね。何だったんだろうね。アドレチェックしてきますね。袋取ったらメッセージ書いてあった。涼しくなったらまた着るぜ。こうなってるんだ。ちょっと数えてみる？キノコの山。朝ごはんを美味しく、キノコフレーク、これを牛乳に浸すんだって。もしくは一本刺し、キノコの山、ヤマンベール。いいね。遊び心が大切ですよ。1、2、3、4、
56789101234567891012345678、あ、ここ映ってない？ごめん、ちょっと待ってね。123456789101234567891010、え、どうしよう、69本とかだったら不安が脳裏をかすめます待って、123、え、4、5、6、7、8、え、あ、やばえ、大丈夫かな、ちょっと待って、123456789010、あ、123456789010、ん、123456789010、今こんな感じであるんですけれども、ちょっと待ってね、ここちょっと並べてみる、ここ30、これね1列10本あります。30で、こっちにもこれ今あるんだけど、30あります。123456060、4本危ないところでしたよ危ないところでしたよコメントいただきました。そんなのあるの64本ありました。あ、でも多分私がどっか数え間違ってるかな、64?65 とかありそう。まあ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 、でもね、分量によって若干変わるだろうけど、ちょっと食べてみるね、とりあえず。なんかね、絶対食べたことある味で、今なんだろうなんだろうって思ってたら、あれが近いかも。ギンビスのアスパラガス、あれが結構近いんだけど、ただなんかね、アスパラガスよりももうちょっと塩気を感じるっていうか、イゲルンで寝がすいげるいげるいげるよこれ。あの、なんか私チョコなし結構好きかも。え、なんか意外とあれこれなんかね、ちょっとチョコないから物足りないかなとか思ったけど、最初食べる前チョコなし結構全然ありだよ。うん、なんかちょっと食べてみてほしい。え、なんかチョコなしで全然こんな風味豊かなんだって思うと思う。あ、コメントいただいてました。アラーム、時間、ごめんなさい。アラームオフにしてるわ、私。今ならないということは、あ、すまへん。ならないの。アラームオフにしてるわ、きっと。すまへん。皆さんのコメントがアラームになってくれました。ちょっとこれ、ちょっと
25、6本だね。うん。いただきます。ありだと思うよ。うん。ちょっと牛乳でほぐしてね。水分ゼロです。想像以上だな。チョコなし全然ありだと思う。ということで皆さん、本日のですね、抜き、抜いちゃった配信は以上です。こちらの ASMR 配信なんですけれども。平日の夜10時から配信しております。で、今週なんですが、配信日数については、配信日なんですが、今日、昨日と、そして今日、この2日間のみとなっております。通常は月火水木の平日4日間配信なんですが、今週は今日までとなっております。ただ、配信日数短い分なんですけども、ちょっと YouTube のね、編集に当てようと思ってまして、実は今編集してない YouTube 動画が3本取りたまってて、それを編集しようと思ってます。プロフのリンク欄から飛べる、YouTube のメインチャンネル、そちらにアップ予定ですので、ぜひぜひ、ご視聴いただけますと幸い、チャンネル登録いただけると嬉しいです。動画がアップの際通知がいきますので、ぜひ。今日もたくさんね、コメント、ギフティング、いいねいただいてたんですが、途中反応できなかった方、すんまへん、配信終わってから、ゆっくりどなたがどんなの送ってくださったか、確認しますので、たくさんありがとうございます。うん。昨日見れてよかった。キュッポ。ありがとうございます。ちょっとね、今週は配信短いんですが、その分 YouTube 動画、お届けできればと思ってますので、お楽しみに。この後夜11時からは、YouTube のゲーム配信チャンネルにてスマブラ配信です。ちょっとというかかなり早いんですが、のみと出てきたな。ちょっと早いですが、皆様良い週末をお迎えください。ASMR 配信に関しましては、次回は夜10時、月曜日。次回は来週月曜日の夜10時からです。この後夜11時からはスマブラ配信です。また見てくださいね。バイバーイ。